あ、ねえねえ、え、りょうがもらわなかったマネークリップいる？え、ほんとにいる。え、いいの？いいよ。ただただえ、え、めっちゃ嬉しい。え、お金ちょっと入れてくる。なんなん、やったー、カメラ、カメラないものだと思ってるよ。やったということで、りょうが選んでくれなかったもの、相方ならもらってくれる説でした。ちょっとさすがに作ってもらったからラーメンは食べようと思ってさ、こうやってやんの？あんま分かんねえ。でもそうやって止めて持ってくイメージ、見せたげてる。ちょっと1万円も入れてるんですけど、グッチ、え、すごい。あ、でももうちょい分厚くない？多分なんか多分抜けちゃうぞ、抜け落ちちゃうやつ。え、めっちゃお金要求してくるじゃん。いや、俺の財布に入ってるお金だったら痩せ細ってるから。多分俺の財布の金に、財布ねえわ。ちょっと膝ぶつけてるシーン絶対使って。え、ちょっと財布ねえわ、ピンチ。膝ぶつけてるシーン絶対使って。食おう。あれ、あれ今チンしてる。あれです。え、ちょっと見せて見せて。いいよ。マネークリップどういうシーンで使うの？これなんかでも持っていくらしいんだよね、このままなんか、うん、このクラブとかでしょ。クラブとかにこうやって入れて。でも5万円のさ、マネークリップの時点でもう財布と同じだよ。8だよ、うん。え、俺大切にするわこれ。大切にして。俺結構お金裸で持ってるって言うからさ。でしょ、小銭捨ててって言うんでしょ。いや、捨てないでしょ。あ、貯めてます。あ、貯めてんだ。はい、バッグの底にね。バッグの底と机の端。じゃあ冬なんだよな。今年も冬来たぜ。25回目の冬。いや、冬ってさ、なんか来なそうなのに来るよね。あいつ、いやでも今年の方がちょっと遅延してきたでしょ、あいつ。でもさ、なんかさ、遅延行為でレッドカード出そうか、お前と。あ、もう来ちゃダメですって。うん、はい、今ダメです。はい、退場。資格です、退場です。はい、退場だから、もう夏来てください。夏来てください。で、なんかさ、夏の時にさ、これ持って帰れないんだ、基本。いや、持って帰れんのかな、ちょっと聞いときます。普通に嬉しい。ちょっとテロップで書いてくる。はい、普通に今日連絡して、うえい、さ、連絡して作ってもらいました。素晴らしい。りょうくん、もったいないことしてるわ。でもお腹いっぱいさったね、マジで。来た時、超お腹さすってたもん。普通に笑ったもんね。絶対これ食わねえじゃんってなったよね。100% だってカメラ回ってんのに、カメラ回ってるかと確認したもんね。今のセリフ絶対おもろいなっていう。そう、だってもうさ、お腹いっぱいなのに、このまま次木下さんとかんだよねって言った瞬間にやる。終わったっつって。ラーメンは、そういや、そういう話一切しなかったな俺だ。そういや俺だ、エクズシーズン申告してなかったなっていう。そのラーメン来ますよっていいですか、いいですか。いいですよ。好きなんやわこれ。うん、でもやっぱ YouTuber のプレゼントってめっちゃむずいなと思った。だからカンタの方が向いてる理由って俺分かるのよ、うん、ああそう。あのね、みんな満たされてんのよ、もう物物質はもう満たされてんの意外と。うん、叶えれるじゃん。だって量買えないものないじゃん。確かに。行けない場所も、まあ、時間的拘束とかで行けないとかだから叶いようがないし、それは俺が。うん、YouTuber ってプレゼントむずいなと。うん、で、仕事柄着れない服とかもないじゃん。スーツ着たかったら着れるしさ、何でもいいわけだ。別になんかだってもう、りょうくんの基準いらない方を選んでたもんね。そう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 。だから余剰生産物みたいなさ。うん、でもあれ本心だもんね、ほんとに。いや、そう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 。だから、それで言うと、だからやっぱディズニーのカードだけ違ったのはそういう理由な気がするんだよね。うん、なんか分かりました。いけるしっていう。でも、俺これめっちゃ嬉しいし、マネークリップめっちゃ嬉しいから。お前はだって自分の感性でも買ってたじゃん、さっきのやつ。あー、でもなんか、いや、どうなんだろうな。お前は変なんじゃない？お前だけは。俺だってあれ多分、うん、俺のプレゼントとお前のプレゼントあったら、うんうん、お前の方のやつ選ぶもん。いやでもなんかそれはそれで自信なくなったんだもん。あれ、これ間違ってると思って。でも俺も自信あったけど、りょうの見て、あ、確かにそうだなと思ったな。
だからお金持ちが絵買い出すのってそういうことだよね。そう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 。でその3億とかの絵買うわけじゃない。前澤さんが絵買うのはそういうことな気がするな。あ、そうなんだ。確かに確かに。でも分かんないね、人によるだろうけどね。まあそうね。でもまあ亮とかめっちゃ多分素直じゃん。だからそのこう言ったらこう思われるんじゃないかとか考えないな、絶対。うん、普通にその嘘なく生きてるからさ。それでだからあの回答ってやっぱクリエイターの回答ってああなんじゃないかなみたいな。うん、USB もあれだから500何十ギガとかだったらちょっと違う可能性あるよね。もうだって8ギガって表記見た時さ、うん、やべえって思ったのよ。うん、でもなんか8ギガの方がおもろいなって。いやそれなんかもう崩壊してるやん、ね、いや崩壊はしてる。でやっぱいやそれおしゃれかっていう謎の服着たりするのも、うん、崩壊してるの。おもろくねこれ高えのみたいなことなんだろうね多分。うん、でもなんか YouTuber にそのプレゼントをあげる人ってめっちゃ悩むんだろうなって思って。確かにむずいじゃん普通。何がこの人は欲しくて手に入らないものなのかっていう確かに、うん、ってなったらその人はまだ知らないよくわかんないものになってる、ね、その人の未知のものとか、いやいや自分では絶対買わねえやおかしいだろうっていうものなのね確かにね。いや相変わらず美味しいわ。水ちょっといりますか。なる、なんだ炭酸水良かったよね。唐揚げくんと一緒にウィルキンソン買うとポイントが用意してもらったよっていうので用意してもらったやつじゃん。だったら飲んじゃう。あるのが一番いいんだ。あるのを飲んで暮らしてるわけだから。そうね。その前もゴゴティーはゴゴティーがあったの家にめちゃくちゃな数。そのゴゴティー好きなの。おいしいのも置いてあって、で今ウィルキンソン美味しいし今これ美味しい。水あったらよし水来た水うまっつって。やっぱ水だよなって。えこれは何なの。これは P さんが頼んでくれる。 P さんが頼んでくれる。そうなんだ。そこの境目分かんないからねあるなっつってあるな何も考えないでね。あるの飲んでて、これ誰のっつって、あなんか届いたやつです。おいロッキーっつって。それで言うとさ、うん、どんだけ自由だよって思う、うん、だってさ CM をさテレビのタレントさんが例えば何かの CM をやってたらさ、うん、それ以外飲んじゃいけないんだよね多分、うん、それ以外のものが机に飲んでるみたいな感じで映ってたらダメだから、うん、机のもののラベルとか全部取んなきゃいけなかった。見てよいやだからそれで言うとこのメンツの中にこれが入ってるっていうのはもう真実だよね、うん、本当に好きで飲んでる俺らは好きだから飲んでる。そう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 。それがね、いや水も飲んでんじゃんって言われたらそれまでだけど、いやでも水も飲んでる。水も飲める状況で水も飲んでるんですと。好きなものしか飲まない。嫌いなものは飲まないから。それほど真実なことない、うん、LINE も言えないっていう。そう LINE もね、なんとかアプリみたいなね。いや LINE でしょって。 LINE お前だって LINE 友達 LINE してくださいって言ってたよね。いやそうよ。どういうで最近なんか Twitter で記事になっててとか言って帰れよってその Twitter だね。その YouTube YouTube になってるからね。でテレビの話してる今ね。 YouTube 好きだから YouTube の動画載せてるわけだ。うん、自由にやらせてもらってるよ。逆にさ、うん、もし俺らが芸能人なんかになることがあったとしてさ、うん、なってたとして、うん、大変だよな、うん、苦しかっただろうね。俺ら無理だよ多分、うん、やめてるよやめようぜって言って YouTube 始めてるぞ、うん、いやほんとそうだと思う。いやありがたいです。どうも食ってるし。ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。だっめっちゃ混んでたわ。あ、ほんと普通に。で外国の方は結構いたの。でもね、駅からちょ若干忘れてるじゃん。まあね、まあそうね。でも来るってすごいね。まあだからもう多分あそこために来てんだろうね。なんかフラッと入るとこじゃないじゃん。なんかそう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 、通り道にある場所的には。なんかこうヌースタって出てて、うん、何の店だろうって確認しないとさ、うん、入んないじゃん。その 路面店じゃないから。確かに。そう考えたら素晴らしい。普通にすごいよね。だからぜひ皆さん行ってみてください。美味しいってことだから。美味しいよ美味しいよ美味しいです。行かないんでしょ。行きます。絶対行かない。今日もこの後行こうかな。行かないじゃん絶対。絶対行かないでしょ。いやいやさすがに今日は行かないでしょって今食ったし。いつ行くの。まあ来月には
行きますよ。絶対行けないじゃん。行きます。でまたなんか仕事というかさ、撮影。いや違う違う、本当に写真送るわ。そしたら撮影で行った時にさ、撮影の時に行ってさ、なんかやばい、ちょっと。いやでももうさすがにやばいなって思ってる。何が？このボケじゃないなって。まあ分かってるから。いやもう行きます。いや普通に行けたら行きます。プラット、うん、プラットね。はい、普通に、うん、行きたいから行きたいから普通に行くって言ってました。ありがとうございます。えい、ー